い、どうも世界一家族100億人のカラコマの皆さん、おはようございます。ハロー、西です。ジンくんです。ジンくんです。はい運転中、運転中です。はい、今は、もうね、昨日ツイッター見てる方、ツイッターフォロワーさんが、うん、今日はここ行くべきだ、もうここ行ったくでしょって教えてくれたんでね。はい、はい、向かってます、うん、ありがたいね。ありがたい、うん、はい、ありがとう。もう神奈川いる間はもうその方を下に従って、うん、もう動いていきます本当ね、すげえいろんな情報くれたもんね。はい、うんうん、めちゃくちゃ詳しいし、うん、地元のネットワークは最高ですね、うん、素晴らしいね。はい、はい、いや、どうでもいいけど、僕ここ今通ってる道、うん、中学の通学路ですよ懐かしい。ここな、あえ、松原商店街もよく来た松原商店街行っちゃったけど、松原、そうっすよ、うん、うん、めちゃくちゃ行きましたよ、松原商店街。これ超有名だよね。あー、そうっすね、ここなんか、うん、なんで有名なんですか。でかい、でかいで有名だっけ。でかいし、量、まあ、量もあって安いんだよね。年末とかうちの母ちゃんめっちゃ来てて、はい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 、それでね、いつもイクラとかさ、うん、タコとかカニとか、うん、ああいう系、うん、を大量に買って、うん、なんか料理を振る舞ってたよ。うん、昔ここにね、ホワイト餃子が売ってて美味しかったんですけどね、それがなくなっちゃったんですよね。あ、ホワイト餃子前やってたやつってここなのか。そう、うーん、懐かしいわ。いいね、はい、はい、我が母校宮田中学校ですわ宮田ちゃん言っちゃった、はい、はい、はい、まあ、頑張りましょう、今日勝ちましょう、マジで。そうな、勝ちよう、うん、はい、課長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 になりました、急に。課長さん、何それ。今日は勝とう、勝とう、今日は勝とう、今日は勝とう、はい、はい、うん、今日は勝つぞ、勝つよ、俺は。しましょう、行こう、はい、じゃあまた、うん、うん、イエス。自分次第でどこにでも行ける、宇宙を突き抜けてどこまでも、僕は笑うこの笑顔で世界ジンさん、いつもありがとう。本当ありがとうございます。本当にね。本当にありがとうございます。いや、我々にとって本当に今、ジンさんがいなくてはならない存在になっています。本当にそう。本当にそう。ジンさんいなくなって今後どうしようっていうのは、ね、思ってます、僕。うん、もうなんか心にぽっかり穴が開いてしまう。うん、いなくてはならない存在ですね、本当に。ね。ありがとうございます、本当に。支えてもらってますね、僕らね。ですね。ね、そんな僕らはガストでご飯を食べてます。ね、後で報告しますけど、びっくりな結果だったんでね。楽しみにしててください。うん、はい。どうも、今日の結果報告です。です。はい。今日はですね、ね、ツイッター見てくださってる方が、うん、ここ行ったらいいですよっておすすめいただいて、そこに行ってきました。はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます、はいはい、で、まあ遠くからお店だったんですけど、うん、朝行って、まあすごい行列でしたね。だったね、うん、何人いたの結局あってね。前日抽選券の人たちが270人ぐらい、うん、はいはいはい、当日抽選の人が、うん、また200何人かいたでしょ。うん、だから結局500ぐらいいたってことか。そうですね。で、神奈川9時オープンですけど、まあお店に入場したのがまあね、うん、もうこれ 何十分後って言ったらお店も特定できちゃうんですよ。ああ、まあ、そうそうね、まあ、はい、結構後にね、そうそうそう、入場という感じでございました。はい、で、どんな感じだったかっていうと、うん、まあね、やっぱりね、明らかに還元お店はしますよっていう雰囲気は伝わりました。うん、釘調整よくして、はいはい、それはあったね、はい、確実にね。ですね、うん、はい、なのでね、打ったらいろいろ10日ボーダーは超えてたんですけど、うん、ただね、やっぱりね、まあ大満足、嬉しいなっていう感じではちょっとないかなぐらいな、うん、ような感じでだったね。とやっぱり10日店は限界があるなっていうのは思いますね。うん、まあ言ってたもんね、そう言ってね。うん、10日の常識は変わったとかつってね、うん、言ってたけど、6日はね、うん、なんですけど、やっぱりちょっと
それだったらやっぱり 3.57 円交換で、うん、ちょっとまだサインプレーで使った方打った方が、うん、お店としてもやっぱりそっちの方がね、うん、開けるの怖くないですよね。そうね、うん、まあっていう感じでしたね。でしたね。はい、打った台大体ボーダープラス 1,2 ぐらいだったよね。ぐらい、そうですね。はい、西野さん今日打った台絶対覚えてないですよ。覚えてます。本当ですか？覚えてます。言ってください。まず、うん、最初に打ったのが、はい、刑事執行、はい、ね、執行打ちました、はい、うん、刑事執行打ってその後ちょっと万年なっつって、うん、その後行ったのが、うん、なんだっけ、ほら、あら、ほら覚えてないんだよ。いや、北斗糸をその後に打ったのを覚えてる。三騎士打ったよね。はいはい、三騎士、あれ打ったじゃないですか。あれですよ。覚えてないですよ。俺ね、いつもね、覚えてないのかもしれないけど。え、刑事が、あれですよ、ね、絶対覚えてないなと思ってた。覚えてますよね、普通ね。そう、覚えてないんだよね、こういうの。覚えてれば言いといてね。うん、覚えてなかったわ。刑事、漆黒行って、無双でもなくて、打ってないから覚えやすいんじゃないですか、普通ですよね。いやもう記憶がまっすぐ使ってないですからね。そうっすよ。あれです、そうそうそう、あっ、はいはい、俺当たってない、当たってない台興味ないから、あ、忘れちゃう。いやいや、忘れちゃわないです。塩気人な、はいはいはい、塩気人もまあ別にって感じだったら、ちょっとね、回転数もまあね、もう高いしね。うん、うん、で8ですわな、北斗の拳8、うん、はい、っていう感じですね、うん、はい、で僕はまあ最後、あ、ガンツのライトの方159かな、うん、右打ちタップ拾ったんでね、うん、拾ったんだけど、うん、16ラウンド各で引いてよっしゃと思ったけどすぐ終わりましたけど。まあでも良かったですね。まあね、うん、はい、うん、拾われること自体がね、うん、素晴らしいことだ、うん、うん、はい、今日お店で、トイレどこですかって店員さんに聞いたら、うん、あ、こっちですって案内してくれて、うん、ツイッター見てますよって言ってくれて、ワンいた、ワンいた、ほんまっすか、ほんですよ、すげえ、もうね、ツイッターも4500ぐらいでしょ、今、400、もうそうですね、もうすぐ5000ぐらい、うん、いやだからね、やっぱりパチンコですからね、うん、あ、もうパチンコ行ったらパチンコね、うん、パチンコ行ったらパチンコね、いやいや、好きな人がいるわけですから。おお、そうね、そうね、はい、嬉しいですね、でもそれ嬉しいですね、嬉しい、嬉しいです、まあ、むしろ嬉しい、嬉しいの方が強いんですけど、うん、ね、やっぱり結構動画で、僕ら、技術的なこと結構話しちゃうんで。あ、そうか、そうか、そう、だから絶対技術的なこと話す人は顔出しない方がいいですよ。いや、まあまあこういう時にね、出ちゃうわけだからね、リスクしかないから、お店からすると知ってる人来たら、あ、こいつ技術力かなりある人だからなっていう感じで、めっちゃチェックされるから、うん、やりづらい。まあね、やりづらい、うん、まあ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 、それはしょうがないよ、うん、うん、まあね、知名度と引き換えにね、引き換えに、うん、何でもそうですよね、何でもそう、何か犠牲にしてね、そうそうそう、新しいものを手に入れていくっていう世の常ですから、はい、うん、イエス、うん、っていう感じです、はい、はい、結果は言ってないけどな、結果言ってなかった、うん、結果ね、楽しましょう、はい、投資金額言いますか、そうしようか、はい、うん、投資金額が、まあ13万500円ですね。えぐいね、はい、怖かった、13万円入れましたからね、ね、びっくりした、うん、いや、ビビる、震える、震えたな、震えましたね、あれは、うんうん、回収は、回収は6万500円です、はい、中途半端。6万回収できた、回収しましたね、なんとかね、よかった、最後の最後でね、やっと俺ずっと天井じゃねえよ、天井ねえよ、天井なかった、それスロットだわ、あの1300ぐらいまでね、はまっちゃって、ギリギリ9時半ぐらいだ、え、今日は8時半ぐらいだったからね、でやっと当たって夜のね、うん、2人で2200ぐらいハマったってことですかね、多分ね、ハマったね、カラコン俺の横でね、700ぐらいハマってたもんね、うん、700行ってもあーっつってもこっち行って、まあってあれですよ、当たんねえって言って、ま、あの映ったじゃないですか、うん、ちょっと足んねえなって思ってこっち行って、うんうん、
計2200ぐらいハマったのかな。ハマるね。ハマって確変に行ってよっしゃと思ったら、うん、へその残ってたので当たって、最悪や。もう一回バトル行って、うわもうそれほんま最悪、ふざけんなっつってもバトル負けて、うん、時短終わったら、うん、今度は電柱で当たってよっしゃっつって、もう夜疲れました。ちなみに言っていい？はい、俺もね、今日確変7回ぐらい続いたんですよ、ハマった後、うん、で、やっとでラッシュラーズでふふんって思ってたのね、うん、5大渡り目ぐらいで、うんうん、で思っててな、俺何を思ったかね、うん、ラッシュの最初の10ラウンドあるじゃん、うん、これひねり打ちしたら入んないのかなと思って、うん、ひねりをね、こっちバカ野郎やっちゃったかで、うん、2玉ぐらい左にポロポロって落ちたのね、うんうんうん、あ、やべえ落ちちゃったと思って、うん、もう俺二度としないと思ってたけど、うん、1個ピュッて入ってへそで、うん、あーまあ大丈夫でしょって思ってたら、うん、速攻へそ当たって、やあやらかしたそれへそ当たりした、でしちゃったんだ、そう、でも落ちはしなかった、いやそれは結果なんだから、結果なんだから、それそうだからマジで「おいやっぴゅうべえ」って、うん、俺絶対空子に言わないと思ってた。言ってるやん言ってるやん、今知ったわ僕席立った時でしょそれそう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 、うおやべえと思って、いやーマジか、まあでも、うんうんね、振り分けちょっとすぐになっちゃったからさ、うん、もしかしたらね10ラウンド終わった可能性もあるんですけど、そうマジでやっちゃいけないやっちゃいけない、そうマジでやっちゃいけない、マジでファルコの戦いもうビビってたもんね俺ね、やべえファルコに負けると思って、一番強い攻撃されたから俺これ絶対落ちたわと思って、ですよあれは、北斗無双とかね、うん、北斗8でチャレンジするんだったらいいですよ、北斗無双、北斗無双とか、あ北斗、あごめんなさい北斗セブンか、あ北斗7で、はいはいはい、ひねりをチャレンジするんだったら、うん、A ですわ、電柱から消化していくので、はい、うん、8はへそをまず消化するから、うん、本当に変にやんない方がいいっす、ね、ほんとそうね、ひねり、まあまあひねり僕もやる時もあるんですけど、9個しか入んなかった時は、うん、でもほんとにわずかな左しか映さない、絶対左には映さないぐらいの強さで、はい、やっちゃったね、それはすいませんでした、はい、マジですいませんでした、まあなんなら西村さん今日言いますけど、刑事執行の時、はい、一回当たって、うん、へそ掘り無駄に1個消化させたでしょ、あ、時短の時、はい、かな、僕は知ってるんですよ、それ俺気づかなかった、へそがまあ3で当たって、だから2で終わんなきゃいけないのを1で終わったから、多分ああはいはい、はい、そう止め打ちしすぎて、あそういうことか、そういうことか、消化してしまったってことです、1個減らした、気づきました、消化させちゃった、見てなかったですか、僕はもう常に見てるんで細かいところ行っていくんで僕は、はい、すいませんでした、はい、それはマジで、はい、もう我々追い込まれてるんでちょっと本当にね、そうね、ちょっとでもねちょっと上げていかないとな、はい、いやそれはちょっと申し訳なかったな、人生助けられてますねね、うん、いろいろね、うん、昨日も言ったんですけど、うん、まあこれはどう助けられてるかちょっと言えないんですけど、たくさん助けられてます、うん、たくさんね、本当にね、助けるさっきな、とってもありがとうございますそんな仁さんは今日はどうだったんですか、ちなみに今日は、4万6千円投資で、うん、回収が4万8千円、おー、はいはいはい、途中まで4万6千円マイナスで、マイナスで、最後にリングで、うん、そら子が頑張ってくれて、設定付きね、はいはい、ね、充電して打ったことないんだよな、あれね、もうな、面白かったっすけど、初めて設定差ありすぎじゃねえやろ、うん、そうですね確変中が多分、設定ってが違っても同じですよね、確率が違うのかな、だ上がるんじゃない、だから通常時があの、あんだけ設定差があると思うんですけどね、ああ、割り食ってんのか、うん、まあまあまあ、どうせ設定入れてねえだろうと思って、まあ、うん、重くなる、うん、打つ、まず入ってやる、はい、うん、人生は調子いいのに我々はずっと負けてますななんかね、この姿を見せるのもちょっと申し訳ないけどね、ジンさん、あの優しいからね、気すごい使ってくれる、どうにか勝ってくんないかなってポソポソ言うんですよね、やっぱ気使わしちゃってんなって思って毎回コーヒー持ってきてくれたりね、そうそうそう、本当に
コーヒー1日3本ぐらい食うんですよ。もうこんないいのにと思いながら、あやかるんですけど。ちょっとでも、近いじゃないです。ありがたい。はい、やったです。はい、っていう感じで、明日は、休みます。さすがに、ちょっと。で、16、17、18は結構、今日、ツイッターとかでもね、もし出てたカズさんっていう方、名前出していいのかな、多分いいと思うんですけど、はい。昨日も同じようにさ。やってたか。結構強い日があるんでね、そこに、まず備えていきましょう。ですね。うん。これも明日は編集します。お願いします。はい。はい。こんな、以上かな。はい、以上です。はい。じゃあ、また明日。バイバイ。